change from heavy snow to scattered rain signals the arrival of spring in Kanazawa. The eager buds climbing upwards through the snow will be in time for the school ceremonies that welcome new students. The term is about to begin.山下礼二と言います。専業農家で一応内川地区で頑張っています。5月いっぱいまでタケノコを掘ったりだとか、あと苗作りとかしたりしてますね。内川 district is famous for its bamboo shoots. Mr. Yamashita lives in Uchikawa, only a 20-minute drive from the center of Kanazawa city. It is a town with an aging and decreasing population.食べる人も少ないの。で食べ方わかんないでしょ、はい、で一応なんかテレビとかで見たのかな、袴取ったり、はいはい、頭取ったりしてるけど、はい、それほど気にならないし、もう全然それは丸ごといけるんです。丸ごといけます、うん、丸ごといただけます。そしたらつけしってわかるでしょ、はい、これ軸だけなった、そうですね、軸だけだったらこれもなかったら何出されたんやろうって楽しみが半分になっちゃう。やっぱりこう可愛いつくしの姿をいただいて、はい、春をいただいたっていうのがなんか幸せ。ありがたみがあります。秋元美智子と申します。店は竹の式って言いまして、大好きな竹の名前使いました。Ms. Akimoto is one of Mr. Yamashita's best customersShe buys directly from him and other organic farmers for her restaurant. Her goal is to enable more people to enjoy delicious vegetables while at the same time keeping organic growers like Mr. Yamashita in business. 自然に育ったその命のエネルギーを感じる、そういう力のある食べ物を食べると体も多分元気になれる、力がもらえる。やっぱり体は食べ物でできてるから。The farmers grow these local vegetables with care, and when the restaurants use them, a connection is made between the mountains and the city. This connection helps these local farms survive. 農業っていうのは先祖から受け継いだ土地をそのまま次の世代に残すために、なんていうかな、仕事をしてるというか。はい、その生活基盤が昔からの人が守ってきた土地でするもんなんで、自分もやっぱりこの自然を、まあ、父ちゃんも守ってきた自然とか、はい、こういう風景をなるべく変えんように、それであって体にも優しいもん作れたらいいなと思いますね。それじゃあですね、ちょっとバックしまして向こうの方から片栗の方へ入っていきましょう。金沢の近くの平栗というところでは日本カモシカが出てきます。日本カモシカがいるということはそれを養うだけの植物があると、春先は片栗があったりと。私はですね、現在石川植物の会という会の一応理事をしております。高木正明とこう言います。 Every year in April, Mr. Takagi comes to Hiraguri as a part of the nature observation tour held by Kanazawa City.
He will speak with dozens of citizens about the region's nature, flowers and butterflies, the seasonal plants of Satoyama, and the characteristics of Kanazawa's natural environment. Because of the heavy snowfall, plants grow distinctively in the Hokuriku region. いろんな特徴があるんですが、共通して、多摂地帯の植物に、言えることは、雪に対して、非常にしなやかに、いわゆる雪の重さに対して伏せるような、格好で時を過ごすということになりますね。で、代表的なものの一つとしては雪椿の層であるというふうに、まあ、思っております。で、現在石川県の標高600メートル以上のところにある椿は雪椿ではないかというふうに考えています。 There are about 2,400 types of plants in Ishikawa Prefecture, where Kanazawa City is located. At least 20% of them are endangered species. 非常に個体数も少ないんですけれども、その絶滅危惧種もその生態系の一員ですから、それが一つ失われることによって昆虫であるとか動物であるとか、そういったものにやはり影響が出てくると、こういうふうに考えますね。それぞれの植物の持っている価値といいますかね、そういうものを認めるといいますか、そういう姿勢がですね、非常に大切じゃないかなというふうに思っているんです。 Plants have contributed to humans' life and culture in many ways. Many of them have been used for clothing dye.前田健二です。加賀友禅作家と申し上げたらよろしいんですかね。綺麗ね、どっちから見ても綺麗。加賀友禅の中古の祖と言われたこの木村右山先生って方がおいでですけど、その方はね、もう自然こそは我が死なりっていうということをね、いつも言っておいてたんです。ですからね、もう何でもとにかくまあ写生をしろと、スケッチをすることによって、花なら花、人物なら人物、鳥なら鳥、そういうものを、ね、見続けて、それを問いかけることによって、いろんな答えが返ってくるという。前田仁と申します。加賀友禅の、作家をやっております。加賀友禅はデザイン自体、写実的なデザインを行う場合が多いのですが、葉っぱなんかが秋になると虫に食われて半分なくなってしまう、そういう虫食いの現象までをデザインの中に生かす、自然の摂理とかそういうような部分までデザインの中に落とし込む。加賀藩前田家の百万石の文化がありまして、もともと京都と違ってこちらは武家文化、質実剛健な気質、そんな中で、まあ、写実主義の中から生まれたのではないかと。やはりここの文化風土、そういうものによって虫食い自体が受け入れられてきたのではないかと思っております。加賀友禅 originated as a traditional dyeing method for silk, which used plum tree bark and roots to make dyes.Over time, it evolved into today's unique Kaga Yuzen craft. Even though Kaga Yuzen artisans today use chemical dyes, the diverse plants in Kanazawa still play an important role to inspire artists who paint them on silk. Kanazawa のこの自然の中で魅力を感じるのは、非常に身近であること。一歩踏み出すと、いろんな小さな自然がある。圧倒されるようなスケール感のある景色とか、そういうものとはまた違うんですけれども、自分たちが自然と触れたいなと思った時に、まあ、等身大のそういうものがあるというのは非常に魅力であり、今でも題材とかを探しに、まあ、野に行ったり山に行ったり海の景色を見に行ったりします。行けば行った数だけ、あ、なんか面白いなって思うものが見つかります。で、その中で感動したものを作品に取り入れて、作っていっております。で、そういう意味では一作り手として自然を享受して、その中から作品を作る、この行為においては非常に金沢の自然というのは多様性に富んでいて、この状況をこれからもずっと壊してほしくないと思います。で、この状態が、
続くように続いていけばいいと強く思っております。千枝万紅っていうのは紫にも千の数があり、赤って言っても万の数、要するにたくさんの色があるということ。高浜教師っていう人の俳句の中にあるんですけども、白ボタンといえども紅ほのかっていうこういう歌があるんですけどね、一見見ると白いボタンなんですけども、本当に中をゆっくり見るとこの白ボタンの根っこの中の方から薄いこの紅色が差しとると、花を見る葉っぱを見ることによってこの中にもいろんな色、ものすごく細かいこのグラデーションでなっとるという、まあ、そこまではやっぱり自分がよく見て観察して、その中から自分が思った色を引っ張り出してものにしていくという、まあ、こういうことを教えてくれたし、そういうことの訓練はずっとしてきたつもりなんですけども、ね。